皆様こんにちは。世界を変える100人の働き人。今日91人目にお招きした方はちょっとえっていうような変わった方で、変わった方なんてごめんなさいねアメリカ軍が沖縄の返還されたやんばる の演習地でに忘れ物をしていったんですね。でそれを拾って、でこんなものが起こってたんですけどっていうことを全国で展示会をなさっている中村みどりさん、はい、来ていただきました。中村さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとご紹介したんですけど、実はね、このデモクラシータイムスに選挙男という番組があって、はいはい、畠山道義さんにの番組なんです。はいはい、で今度畠山さんのね映画が封切られま す、はい、でそのさ中に中村さんも出ておられるんですよね。そうですね、予告は予告にね、はい、ちらっと、はい、私は本編見たんですけど、はい、っていう、つまり立候補なさったから。そうですね、はい、去年のですね、去年の第26回参議院選挙東京選挙区から出馬しましたね、はい、そのお話もちょっとね、はい、後でやっていただきたいんですが、はい、まずその米軍の忘れ物展、はい、について、はい、私も行かせていただいたんですが、これね、この小さな沖縄資料館というのが狛江、狛江市、はい、東京の、ね、狛江にあるんです、うん、でそこで今やってまして、はい、11月いっぱいかな。はい、そうです、11月30日までで、はい、そこでトークを中村さんがなさって、はい、それに行かせていただいたんですが、そうですね、はい、ちょっとその写真を撮ってきましたので見ていただきます。なんかね、ガジュマルをね紙で作ったのがあってね、うんうん、でそこに時15人ぐらい、ね、そうですね、ありましたね、15人ぐらいですか ね、はい、でこれが所長の高山、正樹さんです、うん、去年ここは開館なさったそうで、はい、5000点 その前は映画館ミニシアターをずっとここで、はい、やってましたね。なんか歯医者さんの2階なんですよね。そうですね、はい、でもすごく充実した資料です。でこれはその資料館の真ん中にこう、うん、中村さんのパネル、そのやんばるに置き去りになっている米軍のいろんな弾とか、うん、包帯とか注射器とかについての、 ね、そのパネル展のパネルです、はい、これもそうです。でこれはその資料館のいろんなものがありまして、暮らし、食から文化から政治、いろいろあります、うん、本もすごいですね、ここね。そうですね、はい、いっぱいあります。そう、踊り、なんか琉球舞踏のなんか、はい、師範の方がずっといらっしゃるんですよねえ、はい、すごい綺麗な鮮やかな、うん、まあこれは館長の高山さんですね。はい、これがそう2階に歯医者さんの2階にあって、はい、今展示パネル展やってますっていうのをやってます、はい、でこれがお持ちいただいた、ちょっと解説していただいた動画なので、これは例のやんばるの残機物ですか。そうですね、米軍が廃棄した廃棄物ですね。中村さんたちが拾ってきた、はい、そうです、はい、はい、すごい、うん、ちょっとどれいくつかご紹介いただけますか。そうですね、はい、これがですね、ちょっと危険なんでタッパーの中入ってるんですけど、注射器と注射針があります。ん、見えますかね。うん、はい、こういうのも普通に放棄されてるっていう感じですね。だから本当に刺さっちゃったらどういう風になるのか怖いですよね。でこちらが缶なんですけど、おそらくいろいろこうゴミをこう捨てた後に燃やしてるような状況なんで、割れ方が変なんですよ。でまあ缶って腐敗にあまりしないのでこういう状態にならないんですけど、土の中開けるともうこれが何層にも
こう積み重なっているような状況で、じゃあゴミ捨て場があるということですか。そうですね、普段からそのヤンバルの森に入ってこういう廃棄物を集めてこう調査している鳥類研究者の宮城明乃さんという方が、はいはい、いらっしゃいますが、鳥類研究家ですね、はい、そうですね、はい、で宮城さんなんかはやっぱりここはおそらくゴミ捨て場として活用されていたのではないかというような、まあ、推測をしていました。スプーンなんていうの、あこれはですねレーションって言って、はい、野生食のフードですね、はい、はいはい、それがまあビール瓶は、まあ、サイズいろいろあるんですけど、はい、これボックスマガジンって言ってこう断層って書いてありますが、こうマシンガンの、はいはい、こう弾を備え付けるものですね、はいはい、ですね、でこれは布なんですけどおそらくなんか、包帯に使ったのか何なのか分かんないですけど、ここに弾薬も入ってるちょっと見えますかね、はい、こういうのがヤンバルにあちこちに、はい、あるっていうわけですね、はい、あこれが写真ですね、そうですね、はい、でこうやってなんかすごくないですか、こうすごいです、森に弾薬が生えてるみたいな状況なんですよ、いやいやいや、こういうこういう風に、うわ、はい、本当にこれは未使用でそのまま使わずに置いてったっていうような状況ですね。いつのなのこれ、世界遺産の中で、はい、いやこのね現物を拝見したわけですけど、はい、まあちょっともう何と言ったらいいか、うん、これはもうねぜひ多くの方に見ていただきたい、現物を見ていただきたい、はい、そうですね、動画じゃねなかなかね、うん、伝わらないものが あると思うんです。そうですよね、で、はい、ちょっとそもそもなんですけど、これ沖縄本島の北側の、はい、返還された元米軍の訓練場、はい、そうです、はい、に今こういうものが見つかるわけですよね、はい、そんなことでいいんですか。よくないですよね、こういうの起こっててもしょうがないの、うん、日米地位協定、はい、地位協定ものがあります、まあ、その中にですね、はい、まあ、返還された土地をどうするのかっていうことについて書かれている条項があって、でそれによれば、米軍が土地を返還する際に原状回復義務は免れているようなないんだ、はい、ね、ないんです、だからきれいにして返す必要がないっていうような状況で、でそれをじゃあ代わりに誰が掃除するのかっていうと、うん、日本政府がもちろん税金を使ってですね、で支障除去をするっていうような取り決めに、支障除去、ね、除去、支障っていうのは、はい、差し支える、差し支える、触るっていう、そう、あ、はい、はい、はあ、でそれして地主さんに返す、土地所有者ですね、土地所有者、はい、でこれが2016年の、はい、12月にその北部訓練場、いわゆる米軍施設ですね、正式名称ジャングル戦闘訓練センターっていう名前なんですけど、ここの約4000ヘクタールという結構広い土地がですね、返還されたということがありました、はいはい、で1年かけて、政府は支障除去をして2017年の12月に土地所有者に、うん、引き渡しを行うんですよ、うん、支障除去はすべて終わりましたんで、完了しましたんで返しますということで、1年足らずで、そうですね、4000ヘクタールのジャングルを、はい、そうですね、きれいにしたって言ったんですね、言ってますね、はい、でおそらくですね、うん、まあ、先ほどもちょっと動画の中にありました、紹介させていただいたんですけど、宮城明乃さんという鳥類研究、はい、ちょっと宮城さんの写真を出して、あ、はいはい、で今鳥類研究家を実はちょっとお休みしてまして、うん、今軍事環境研究家を名乗って、軍事環境研究家ですか、はい、本人曰くですね、うん、私は蝶が好きで鳥類、蝶研究してたんだけど、うん、もう米軍廃棄物のこの問題が片付くまではちょっと集中して研究ができないということで、それでおそらくこういう返還地から出ているゴミを調査しているのって宮城さん、民間人では宮城さんだけだと思うんですね。
なのですごい詳しくなってしまって、で何か言われたら、まあ権力側がですね、何か言ってきたらこう返すっていうのを勉強をものすごくしていて、なので今軍事環境研究家と名乗っているんですけれども、私は実は宮城さんのフィールドワーク、はい、観察会にね、はい、やんばるで参加したことあるんです。はい、それでもう宮城さん本当に蝶々とか生き物そうです、ね、植物大好きで、はい、もうね、あ、ここ見てくださいとかね、もうね、そのね、宮城さんの嬉しそうな宮城さんの生態を見るっていうのもね、うんうん、感動したようなね、うん、観察会だったんです。はい、で主に蝶々、はい、でその時宮城さんおっしゃってましたけれども、昆虫みんなそうだけど特に蝶々っていうのは、うん、環境の、変化にものすごく弱いんだと、はい、でなのにそのさっき見せていただいたみたいなね、うんうんうん、いろんな得体の知れないものが、はい、その放置されている、うんうん、きれいになったっていうけど全然きれいじゃないじゃないか、そうですね、っていうことで、はい、どん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 その何ですか、はい、軍事環境研究家にもうならざるを得ない、本人曰くならざるを得ないっていうような感じで、で、まあ、宮城明乃さんはそうやってずっとこの経緯を追って、もちろん返還される前からですね、はいはい、近隣を調査してたりとかっていうことがあったので、まあ、詳しい土地にも詳しいし、だけど自分なりにまあ調べながらこういう廃棄物をどうするかっていうことを考えていく中で、その1年間でたった1年間でその支障除去が終わり土地所有者に返還されたっていうのは、うん、やっぱり不思議でしょうがないっていうところで、お話を聞く限り、つまりその、日本政府から土地所有者、じゃあ土地所有者って誰なんだ、うんうん、環境省なんですよね。あ、そうなんですか。林野庁だったり、そう、4000ヘクタール全部、全部ではないみたいなんですけれども、ほとんどが、はい、ほとんどが国有地。そうですね。なので国から国に、うん、移っただけで、つまりその中をこう野望行為で入ってって米軍廃棄物を見つける人なんていないだろうっていう、多分安易な考えがあったんではないかと。7で済ませられるから、はい、国だから。そうですね、はい、まあ、でもその12月、2017年の12月の末ですね、うん、その土地所有者に返還された2日後、うん、宮城さんはこの廃棄物を発見したっていうことがあって、うん、で大きく報道されたりっていうことが、うん、はい、ありました。宮城さんそこで拾ったなんか弾薬とかを、はい、米軍基地にお返しに行って、あ、そうですね、はい、それでなんか書類送検されたりしてんですよね。そうですね、家宅捜索にあったり公務執行妨害にあったりあったりね、はい、いや、お宅が置いてったものだからって持ってったりして、ね、はい、まあ、そういうなんていうか恣意行為というかパフォーマンスをなさったりして、はい、今裁判が大変です。そうですね、今も裁判中ではあるんですけど、公判がないだけで調整をしている段階ですかね、うん、で、すごく長引いちゃってる裁判なんですけど、うんうん、その間にもその裁判中にも宮城さんがその道交法違反で、にあったりとか、まあ、米軍と、生活道路ですよ、はい、生活道路に銃を持ってライフルを持って出てきた米軍と、こう、まあ、それを追跡したり、ここは来るところじゃないって言ってみたりしただけで、家宅捜索を受けたりっていうことがあって、でこれは日本政府だけではなくて、まあ、米軍が気になっている人っていうことで、こう沖縄県警だけではなく米軍からもそのマークされてる、マークされている現状があるので、まあ本当にだからそのこういう廃棄物があるよ、で持ち主に返すよっていう当然の声がもちろんできないだけではなくって、それにこうそういう森が残るっていうそばにダムがあったり、そうですよね、沖縄県の水源があるの で、 そうですよ、ね、やっぱりそれを背負ってるんですよね。だからすごくなんか疲弊しちゃってる、うん、そうかというのがあっ
で私なんかやっぱりこの沖縄県内では知られていることかもしれないけれども、やっぱりこっち の, いわゆる本土であまり知られていない。で PFOS とか PFAS とかは東京でも確認されたりとか、はい、ちょっと身近に感じる テーマっていうかことだと思うんですよね。水質をそうですね、PFAS や PFOS が汚染している、はいはい、うん、で東京の場合はどうも米軍基地か、うん、ね、源泉なんじゃないか、はい、でもそのもう 5年か6年ぐらい前ですか、はい、から沖縄では大変な騒ぎだったんですよ ね, そうですね、はい、で沖縄基地から流れている小川に、うんうんうん、もうもく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 ものすごい泡消火剤で泡がね流れたりして、はい、それが飛んだり、うん、あれが PFOS だか PFAS なんですよね、はい、そうですね。でその時は、はい、私ちょたまたまその沖縄行った時にもそういう騒ぎがあったので、はい、研究者の方にもお話伺ったりしてしたまたま知ってたけれど、はい、東京の方では全然、うんうん、報道もそうですねされなかった。そうですね。で東京の西部の方で発見されたらこれは大変だってそうなんです、ね、自分のことになった、はい、だけどおそらく、まあ、PFOS、PFAS はそういう形で、まあ、認知されたっていう経緯がありますけど、はい、おそらくこの米軍廃棄物って、はい、そうはその東京のど真ん中で見つかることが不発弾っていうものは戦時中のものはあるかもしれないですけど、アメリカから返還された土地からこんな大量に廃棄物が出たり、で廃棄物といってもそれは目に見えない化学物質であったりとか、はい、DDT、PCB、BHC でコバルト60という放射性物質とか出てきてて、やっぱりそれってこの東京で感じてもらうのは、まあ、まず難しいんじゃないかと思いまして、なんとかパネルにしてですね、なるほどね、はい、で現物を持ち歩いて皆さんに少しでも触れていただき考えていただけるようなことをちょっとやりたいなっていうことで、うん、まあ現地に行けないので。そうですよね、はい、それに現地に行ってもああいうの掘り起こすっていうのは危険が伴いますよね。そうですね、はい、ずいぶんジャングルの中に入らないとなんですか。そうですね、はい、いや県道からすぐっていう場所もあるんですよ。本当に今まさにこの返還された土地は、うん、国立公園であり。そうなんですよ、そうなんです、ヤンバル国立公園、ね、国立公園なんですよね。であり、まあ、世界自然遺産というものに登録されたので、やっぱり私肌感覚で通っていて、あ、観光客増えたなっていうのはあるんですよ。なので、やっぱりそういう人たちが安易にこう手を伸ばせば少し森に入れば、あ、弾薬だっていうこともあるかもしれないし、危ないものが含まれている何か物質があるかもしれないしっていうことで、まあ、非常にそういう危ない状況であるにもかかわらず、そしてこれをおそらく、まあ、防衛省並びに沖縄防衛局なども、認識しておきながら放置されているっていう、やっぱ現状を変えるために逮捕されちゃったりっていうことが、ね、宮城さんが本当になんか孤軍奮闘っていう感じですよね。はい、で、そうなんです。それとその宮城さんと中村さんの関係はどういう感じなんですか。中村さん、はい、よく沖縄に行かれるわけですね。はい、私はですね、まあ、それこそ2016年に、まあ、高江という場所が、はい、まあ、機動隊がたくさん来て地域住民を脅かすっていうことが、まあはっきり言って暴力みたいなことが権力による返還を条件にヘリパッドを新しく作るというの で, うで、ね、はい、高江がね、はい、大変なことになりました。なりました。で私は文脈からするといわゆる右翼なんですけれども。そうなんです、はい、まあ、私はなんかあんまりそういう言い方もね今好きではないんですけど、右翼とか左翼とかあんまり好きではないんですけど、うん、ただ文脈的にそういう、なんていうのかな、反戦平和をやってきたっていうことではなくって、なんか土着の何かこう、私は農業をやったりとかでは、まあ地域のことを、考えてみたりとかっていう本当に土着の、右翼っ
って言うとちょっと理解が難しいかもしれないんですけど、一応そういうことで、例えば、まあ、あの18歳から右翼運動に関わるようになって、そう、どっかにね18から右翼っていうのがあってそうなんです、はい、それでじゃちょっとそのお話から、あ、そうですか、あのその後で宮城さんとの関係、はい、わかりました。その18から右翼、はい、そうですね、っていうの、はい、もうすごくなんていうのか政治に目覚めたっていうことですか。そうですね、目覚めざるを得なかったということが、うん、あの私はあの結婚も早くって、はい、で出産も早かったので、はい、やっぱりこの子供をどう守っていくのか、うん、あるいはどう自分が学ばなきゃいけないのかとかっていうことを、うん、あの思ったのが17歳ですね、はい、でその頃本当にあの共産党民生とかあるいは労働組合とか、うん、でもちろんその中にまあ右翼というカテゴリーがあって、あの街頭で演説しているものは見に行こうっていうことでよく見に行っていたんですよ。で、あの共産党すごくいいな、まあ、聞こえがいいというか、あの演説聞いてても、当時1990年代後半で、うん、あの年金のこうあの受給する、これから受給していくためにどうするのかっていう問題が浮上した時に、うん、まあ、あのそのまあそれは、国家がその政治が責任を取るべきだというような当たり前のことを言っていたり、まあ、あるいは男女平等っていうものを、まあ、今と変わらないですけど言っていたりっていうところですごく聞こえがいいというか、いいなと思った思ったんですよね、うん、で、あのこう付き合っていくうちに、うん、そういう主張をしている人たちとご飯食べに行った時に、あの男性は上座にって言われたんですよ。はあの男性は上座に座ってくださいって言って、もちろん男性なんか当たり前のように座るという、うん、ね、で私は女性なんで、うん、その時に、まあ、あなた女性なんだから配膳しなさいと、うん、はで、あの手前にね出やすいところに座りなさいっていうことを言われたりとか、あのなんかそのまあ言い方もあると思うし、だけどもうはっきり覚えてて、その男性上座っていうことが、うん、だなんかそこがすごくこの外で演説している、まあ、風景あるいはその男女平等って言ってたんですよ。そうそうそう言ってたのに、なんか違うのかなと、ね、っていう。でもそれはそれだけではなくって、結構そういうことがあって、で逆にその右翼、いわゆる右翼の演説を聞くと、もう1から100まで多分暴力で、うん、こう勇ましいことを言うんだけれども、うん、でも表裏がないっていうところに、私はなんかそのダメな人間がダメなりに努力してるみたいな、あ、うん、なんかそういうふうに感じたというか、ダメなりに嘘がないかなっていうふうに、はい、っていうふうに思ったんですね。それはまあその当時は事実そうだったかなと思いますね、はい、今みたいなヘイトスピーチをするとか、はいはい、まあ、そういうこともまあ団体とかそういう一部にあったんでしょうけれども、うん、ちょっと私の見てる範囲にはあんまりなくって、はい、というのはやっぱりその右翼ってどういうね、あのイメージがあるか分かりませんけど、当時は本当にあの在日の方とかもすごく多かったし、あるいはそういう社会に馴染めない、うん、あのいわゆる引きこもりとかもそうだと思うんですけど、うん、そういう人たちもコミットできるプラットフォームの一つとして、まあ、存在していた側面っていうのはあったのではないかと。ははで私も直接あのそういうあの在日の人に聞いたことがありますが、なんでこういう右翼なんかやってるんですかって聞いたら、やっぱり自分たちが若い頃はあの朝鮮人って分かればその右翼になるかヤクザになるかしかなかった、そういう自分にはそういう選択肢しかなかったっていう言ってる人とかがいたりして、やっぱりそれを考えたら今みたいにその朝鮮人出てけとか、いや私はそばで聞いたことなかったですね。なのでなんかそういうなんか本当に学歴もない、なんか賢くもない、教養もない、字も書けないような人たちがなんか生きるためになんか頑張ってみんなを支え合ってるみたいな、私はなんかそんなものを結構長く見てきたなっていう、それで右翼に惹かれた。そうですね、はい、なんかすごく体で一生懸命生きてるみたいなものが自分にとってもなんか励みになったというか、うん、そんな風にして、まあ、右翼の、
まあ、中で20年近くやるんですけれども。20年何やってたんですか、右翼として。いや本当にですね、私実はあんまり変わらないんですよ。で本当に横田も行ったし、横須賀も、うん、あのいろんな基地行ったりして、やっぱりそれっていうのは何でかっていうと、まあ、スローガンとして掲げるのであれば、まあ、自主独立とか、うんうん、あるいはまあ国防の強化とか、あの自国防衛とか、うんうん、あるいは主権回復ですよね、うん、主権を今の日本は持っていない、持っていないっていう考え、はい、そうですね、例えばどういうことで。やっぱりこのアメリカ の, その日米地位協定っていうものが憲法よりも強かったり、ね、上にあって、はい、っていうことで。じゃあ今と変わらないっていうのはそういうところが。そうですね、私は変わらないですね。ははで、すごく面白いんですけど、まあ、当時ってその三島由紀夫さんの影響ってまだまだ強くて、でそういう意味では憲法改正っていうものに関しても、うん、今未だにそれは残ってるものだと思うんですけど、でも一方ではそのやっぱり三島由紀夫さんっていう人は自衛隊に対してその、ね、君たちは結局アメリカの奴隷になるぞとか、で、あの魂なき武器をねこう持つんだっていうようなこととかで、自衛隊に対する批判もあったんですよ。で1990年代後半っていうのはまだそういう三島さんの思いとかも残っていて、だから自衛隊に対しても批判的だった右翼が多かったんですよ。へ、 なんかあのその、まあ、一サラリーマンが何ができるんだと。だから自分たち、例えば自分が守りたい家族とかあるいは子供とかを守るのは自分自身なんだっていうことで、結構なんかその体も鍛えてた人多いというか、あのいわゆるマッチョ系ですよね、はあ、うん、なんかそういう感じが多くて。中村さんも何かやったんですか。私も真似てましたね、やっぱり一緒に。私はやっぱ女性っていうこともあって、うん、組織の中ではそういう、うん、そういうところにあんまり連れてってもらえなかったんですよ、うん、はい。なのであのちょっとこうお邪魔虫みたいな形でいつもジムやらされるとか、そこでも差別ですね。差別ですね、もう思いっきり差別は受けてきました ね、そういう意味では。よく言っても差別だ。差別でしょうね、うん、なんか私、まあ、考えてみたらあの名刺をいただくまで本当10年近くかかって、 でも新しく入ってきた男性なんかまあ半年でモテたりとかっていうこともあったりとか、まあ、考えてみたら本当にそのいやひどいよな。左に行っても配膳させられるし、いや本当そうですね、右に行っても、まあ、そういう本当にそれはそうかもしれないですね。でハラスメント、本当ハラスメントの塊というか、うん、なんかそういうものももちろんあったし、でもそれはまあその共産党系のそういうところでも感じたことあるし、うん、だからなんかどこ行ってもっていうこと、そういうことはもしかしたらあるのかもしれないですけど、なんかその右とか左にこだわってあの自分の立ち位置を考えるんじゃなくて、やっぱり私も一親として子供をどうやって守っていくのか、どうやってこのなんていうのかな、この社会と、まあ、自分も共生していくのかって考えた時に、なんかそのやっぱり自分が右翼のフィールドでやってきたその、主権回復だとか、あるいはまあじゃあ一つの国防として、私は農業をするっていうことが自分の中の国防なんだけれども、結局なんかそういうことを考えた時に、沖縄のその状況って思いっきりその右翼が容認してはいけないことだっていう、なんかそういうふうな反応が自分の中にあったんですよ。なるほど、右翼ならば沖縄があんだけ米軍基地に苦しめられているっていうのを、はい、そうですね、もういろんな側面からおかしいなっていうことを感じたんですよね。それは国防って意味でも、じゃあ沖縄だけがなぜ国防を担うんだっていうこととか、うんうん、あるいはなんで外国のその軍隊が日本に駐留してるんだ、だから主権がないんだっていうこととか、やっぱり先ほど申し上げましたその日米地位協定の問題とかも、なんかその元凶という元凶がすごく沖縄に集中しているような気がしたんですよね。なるほど。それはなんか戦後の日本のなんていうのか反省もなくっていうのが私の中ですごく大きくって、というのはやっぱり戦争をしたその反省とかっていうことをしていれば、沖縄にあれだけこう押し付けて
嫌がらせをしているような状況とかってできないと思うんですよね、沖縄戦を考えたりすると。なるほど。だからなんかその戦争責任というかそういうものもやっぱりそこに沖縄に凝縮してる。なるほど。だそうすると自分がなんかやってきたことってそういうことと対峙するというか、きちんとこれを考えてやっていかなければいけないっていうことが、まあ、本当に沖縄に集中していたっていう。でもこれをまあ大きなその組織にいた時に話をしたら、いやなんかお前は左翼になったのかというふうなことを言われてだからやっぱりそのまあそれは2016年のことでしたけど、まあ最近っちゃ最近のことだと思うんですけど、でも感覚的にやっぱりその私があのこう関わってきた当時とはまあ違う感覚で、なるほど、うん、安保をとにかく安保がなければ米軍がいなければ日本をどうやって守るんだって右翼の口から出てくるわけですよね。でそれはあの私が聞いただけではなくネットにもおそらくそういう情報ってたくさんあるし、はい、そういうふうによく右の人って言うっていう、うん、イメージがあります。で私はこれ本当信じられなくって、 でも自分の組織もそういうふうになっていったっていうのがあって、で本当に勉強しないままこう来てしまったっていうところで、まああの袂を分かつっていうよりは私はあの排除される除名を受けて、あのまあ、海英塾っていう小さいその右翼団体というか、そう、あの私は 中村さんを選挙に立候補なさった時 の畠山さんの動画で知ったんですが、はい、その前に海英塾って今おっしゃいましたよね、はい、かってあの花、はい、難しい方の花っていうのに、はい、英語の A、はい、で塾っていうね、それのあの簡単な方の話です。ああそう簡単な方の話、はいはい、あのツイッターをねフォローしてたのありがとうございます。なんかとても、はい、あの右の方の方々らしいんだけれども、とってもねあのなんていうか納得のいく、私が見てる私左の方だと思うんだけれども、納得のいくね行動をなさる。沖縄に行って基地、うんにね、あの抗議をしたり、はい、あるいはその靖国神社に行くんじゃなくって、うん、あの地元の五穀神社の清掃奉仕をし、うんうん、今日はみんなでしましたとかね、はいはい、なんかとってもこうなんかしっくりくる、はい、活動をなさっている右翼の方々っているんだなと思って見てたら中村さんだった。ありがとうございます。そうなんです。なんかまあ、選挙もそうなんですけど結構嫌味から始まっていてなんて嫌がらせというか、でやっぱりそれって言葉じゃなくて行動以上に強いものないと思ったんで、やっぱりそういう例えば愛国っていうとすごく主語が大きい、はい、国ってじゃあ 何か分かってますかっていうところから入らなきゃいけない、うん、でも郷土っていうとやっぱりそれより小さい主語になってきて、で愛国って言ってる人たちが自分のこう地元さえもなんか きちんとこう愛せないのにどうやってこう国を愛するんだろうかっていうところで、やっぱりそのそこに誰かが、まあ、その祀られてるとか例えば眠ってるとかって言い方しますけど、なんか例えばそうであれば地元の人がどれだけ例えば沖縄戦に行って亡くなっているのか、あるいはサイパンで亡くなっているのか、全部五穀神社っていうところは分かっていて、やっぱりそこにはすごく大きな主体じゃなくって、なんか本当に小さなこうドラマがあるって言ったら変ですけど、それを賛否するとかそういう話じゃなくって、やっぱり郷土のことをよく知ろうって思ったらそういうところから入るはずなんだけど、やっぱりなんかこう違うんですね。そう、そうなんですよ。みんな靖国神社にこう集中しちゃうっていう、しかも8月15日とか、そうですね。で私はやっぱりあれはちょっと理解できないというか、自分もそういうところ組織の中でそう行かざるを得ないとかってあったんですけど、もちろんなんかその戦争に対するいろんな思いがあるし、なんだろうな、もうすごい若かった時ですけど、たまたま靖国神社にいたら、うんうん、おじいさんが怒ってきたんですよ、はい、お前らのせいで参拝しにくいと、はあ、うん、私の友人が、はい、入っているここにお祭りされていて、はい、骨もなく、はい、何もない状態で戦後を迎えて、
よりどころがないか私はここに通ってるけど、うん、なんかその愛国だとかね、うん、そういう戦争は素晴らしかったんだっていうようなことを言い切ってしまう右翼の存在で、自分は参拝しにくいんだっていう人がいたんですよ。で、私はやっぱりそういう言葉一つ一つ、やっぱりそこにはあのその人に大切なドラマがあるだろうなって思うし、なんかそういうのを考えると、安易になんか両手挙げてその参拝してるっていうことではもちろんなかったんですけど、あのでもなんかそういうことを今蓋開けてみたら、まあ思い起こせばですけど、やっぱりこうなんていうのかな、今徐々にそのいわゆる右翼っていうものがそこに拠り所を持ってっちゃってるとか、うん、なんかその何ですかね、例えばいろんな右翼からもね、あの選挙出てからもそうなんですけど、批判があるわけですよね。でその一つにやっぱりそのなんていうのか、先の大戦のことも含めてですけれども、あの沖縄戦で特攻してった人たちはみんな沖縄の人たちを救うために行ったんだというようなことがあるんですけど、言われたりするんですけど、でもそんなに本当に素晴らしい人たちがたくさん特攻してって、でその思いが日本人の DNA で日本人の気質なんだって言った場合には、あなた寄り添ってますかっていうふうに聞くようにしてるんですよ。なるほど、さっきの、はい、さっきからのお話とつながりました、はい、なのに沖縄に米軍基地があんだけたくさんあることを、はい、当然だと思っているあなたはちょっとおかしくないですか、そうなんですよね、っていうことなんですね、はい、でちょっとその伝説の官邸前一人フェス、はい、ちょっとね動画短くなんですけどね、はい、ここでちょっと見ていただきましょう。 1% という、 1% という沖縄に 99% の本土が安全を担ってねと押し付け続けてきたこの基地で 1% の人たちは悲鳴を上げている。その 1% の人たちにですね、仲直りしようよって言ったって許してくれるわけないじゃないですか、この状態じゃ。さらにはですよ、その 1% の人たちが私に向けて頑張れって言ってるわけです。私は謝罪する方ですよ。頑張れと言われなくても頑張らなきゃいけないんですよ。それでもわずかな希望をかけて、わずかな希望を持って中村を応援するよと、頑張ってくれと言ってくれるわけですよ。そういう沖縄を私たち本土の人々は常にないがしろにしてきたわけです。これを是正しなければこの国は絶対に良くならない。ちょっと恥ずかしいですね。え、そうですか。いや私また見直して感動してますけれども、ね、この官邸前のね、畠山さんが撮られたこの動画ね、はい、官邸前でそのこの切っちゃったんですけれども、はい、ここでスピーチできるのが嬉しいっておっしゃった、できなかったの、ここでできなかったですね。なんで、多分右翼の規制線が張られていて、うん、入っちゃいけない場所だったんですよね。それは外線車でもなかなか入れない。あ、そうなんですか、はい、ははで徒歩で行ったらもう顔が割れてたりするともう入れないですね、うん、右翼は入っちゃいけないの。そのようです。でも左翼の人たちはこの辺でスタンディングしてたりしてますよ。はい、だからすごくそこがこう微妙なラインで、例えば新右翼とかいうカテゴリーだと入れると か、なんかそういうのがあるみたいですね。私はもう入れなかったですね、はい、じゃあ海英塾でもダメだったの。海英塾でもダメです。あららら、はい、海英塾なんかも全然ダメですね。はい、ダメでしたし、それは個人的に例えばここでそういうリベラルの集会があるとかって言っても、うん、本当に顔がバレちゃったら、うん、すぐつまみ出されるってことがありますね。警察ですね。警察に、はい、左翼にではなくて警察に。左翼にではないですね、はい、警察に、はい、なんか不思議なことが起きてるんですね。そうですね。ここ、じゃあ
ここであのスピーチできて感動ですって言ってたのは本当にそういう意味だった。いやもう本当にこんなに官邸にこう届くような一応距離で演説ができるっていうのはすごく自分的にはあの感動したというか、はいはい、でこの時おっしゃってたのが、はい、その、1% しかいない沖縄県民を、うん、県外の 99% がいじめてるような、うんはい、こんな国ないでしょうっていうね。そうですね。そういうことをおっしゃっていました、うん、はい一応党名がありまして、はい沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党という党で沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党の中村さんは党首でいらっしゃる、はい、この当時はそうですね一人しかいなかったんで、はいはいで今共同代表っていうことで4人で共同代表やってるんですけれどもそういうちょっと異端なというか、うん、ですよねちょっと埋もれてしまうようないわゆるフォーマンス候補みたいな形でこう出たんですけれどもやっぱりそのこれまでそれは右翼もそうでしょうし、まあ、左翼もあんまり関係ないと思うんですけどなんかやっぱり甘えすぎていたっていうその戦後のこう歴史があると思っていて何に甘えてたの例えばその最終的には沖縄っていうところになってくると思うんですけ ど、ね、安全保障というものに関して言えば、うん、安全保障って8割約8割の人が必要だって言っていてで米軍基地についても8割の人ですよねなので例えばまあ一家5人家族だったら自分以外はみんな賛成してるわけですよね。4人はみんな賛成、うんはい、で一応そういうパーセンテージがありながらもこう安保はいらないんだって言っていらないからこそ基地を引き取ることはできないっていうような、まあ、言説を持って、まあ、左の人はそういう論理を組み立てるかもしれません。はい、そうですね。一応そういう人たちに対からすごい批判もあったしでもやっぱり、ちゃんと一回みんな立ち止まりませんかっていうような意味も込めているんですよというのはじゃあ基地はいらないって言い続けて基地がなくなったのは、まあ、本土の側ですよね岐阜とか山梨とかそういうところからみんな海兵隊が行ったり基地が移転されたりとかっていうことがあってでも基地はいらない基地はいらないって言ってたら沖縄には集中してるっていうこれは沖縄に住んでないから私たち 99% は沖縄に住んでないからわからない現状だけどでも 1% の沖縄県っていうのはそれをもうやめてって言いながらもいまだにじゃあ辺野古の海にも土砂は搬入されているしあるいは今那覇軍港から浦添西海岸というところに新しい埋め立て地を作って軍港を作ろうという動きもありますけどこういうことをなんかこう県内でも今たらい回しにするしかないような状況で この状況って基地はいらないという言葉から生まれているわけですよでもちろん基地は大きく言えば基地はいらないだけど沖縄県が求めてきた県外移設とか国外移設という言葉はその中に入ってますかっていう問いかけにもなってるんですよ、うん、なるほどね。左の人たちが、はい、そもそも米軍基地なんて、はい、否定したいから、はい、それを東京に持ってくるなんてとんでもないっていう、まあ、そういう論理立てですよね、はい、右の方々の反応はどうですか。いやいいんじゃないのかって言われてきましたね東京に意外と、うんうん、はい最初のうちは、うん、批判もあったんですけどあそうなんですかつまり沖縄に地政学的にその基地がないというのがないあなるほど、ね、というちょっとネトウヨ的なそういうことを言う方が、はい、いますねでもまあそれは本当にこう、ね、森本元防衛大臣とか、まあ、もっと言えば安倍さんなんかも安倍首相なんかも本土の理解が得られないからということ でつまり政治的に沖縄でなければいけないんだっていうことで、まあ、政治的に本当いじめっていうのは憲法14条で禁止されていることであり、まあ、いわゆる今私たち 99% を沖縄にしている姿勢っていうのは憲法違反なんですよ。いじめだと。そうですね。で、やっぱりそういうことにこう気づいていけるようなただ基地はいらないっていうことを私も同じく基地はいらないってずっと思ってきたしでもそこから進まないんであれば一旦立ち止まって
みんなちょっとなんかこのね、これまでのキャリアがとか、これまで続けてきた運動なんだから今やめたらっていうことではなくって、本当に沖縄の基地負担軽減を考えるということをやりませんかっていうなんか提唱を込めて、あの基地引き取りますけど、では私はみたいな、ちょっとそういう。中村さんは東京都民だから東京にって言ってるわけですね、はい、そうですね、東京今は違うんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、あの出身というか、あのずっとあの住んできたところが、幼い時住んできたのがあの江戸っ子なんですよ、私浅草なんですよね。だからそういうところでやっぱり一応その、まあ、原発の問題とかと同じように考えれば、その使うのは東京の人、うん、安全保障されるのは本土の人とかって、うん、まあ主語はちょっと大きさ違いますけど、うんうん、でもなんかそういうものをうまみだけ享受して、いらないものはそういうあの見えない場所にっていうようなことは、沖縄の人たちが悲鳴を上げるだけではなくって、いや私たちが一面をやめようよって言えば終わることだと思ってるんですよね。でそれは制度的にそういうふうにしていくんだっていうことを、政治の中でやっぱり政治の責任でやるべきではないかっていうことで、まあ本当にあの社会運動からの政治へのチャレンジっていうことで、あの参議院選挙に出たんですけれども、はい、あの東京に米軍、沖縄の米軍基地を引き取ろうなんて言われたら、あの立場はいろいろあってもまずはギョッとしますよね。しますね。でもギョッとさせるために、はい、そうです、あえて、はい、それで立ち止まってんって考えてくれればいいんじゃないか、はい、そうですね、そうすれば私たちはその沖縄に不当なことをしている、いじめている、はい、憲法14条違反をしているっていうことに思い至るのではないかっていうのが中村さんのお立場ね。はい、ああなるほどね、すごくよくわかります。そうなんです。だからそういうことを、まあ、去年の1月から選挙の準備も含めたら、うん、約1年半ぐらいですかね、うん、まあ、今日まで、うん、そういうスタンスというか、うん、好かれようとか嫌われようとかそういうことじゃなくって、うんうん、とにかくなんか起爆剤的な、うんうんうん、ちょっとみんな爆発する、危ないよって、どうするみんなこれっていうようなことをこう結構突きつけるみたいな感じで、うん、それは右翼に対しても左翼に対して も、はい、なるほどね、やってきたつもりですね、はい、だってもう沖縄はいい加減爆発しそうですよね、怒りでね。いやもう本当にそうですね。しかもヤンバルでは、うん、あってはならないアメリカ軍が捨てていったいろんなものが、はい、そうですね、腐ったりしてて、うん、いろんな PCB なんかもあって、はい、生態系をこう脅かしている、うん、だってあそこのやんばるの生態系ってものすごく貴重だからこそ、はい、国立公園だし、はい、世界遺産なのに、うん、どうして国はそんないい加減なね、うん、ことをしてるんでしょうね。というのでその宮城さんの宮城秋の、はい、秋の隊員って私言うんですけれども、はい、宮城さんの話になりますけれども、はい、宮城さんとこう一緒に5本を出していらっしゃいます、はい、この抵抗という、はい、この写真がこれも、うん、拾った、そうですね、実弾、これは空砲といって、空砲ですか、中身が入ってないから空砲じゃなくって、空砲って弾頭っていう何ですかね、こう人の命までは奪うものではなくてっていうことです。訓練用の、そうです、はい、だけど未使用なので一応その火薬は入ってるし、不発弾の類ですよね。なるほど、はい、この裏もね、そうです、動画の中でおっしゃってましたけれども、ニョキニョキ生えてますよ。もう自然豊かに生えてるんですよ。いやいやでこの中でその秋野さんがこういうのを拾って警察に届けたり、はい、いろいろするんですけれど、こう読んでいくとね、何か私ドイツ文学やってるんですけれども、はい、カフカのね不条理な小説を読んでいるような、はい、もうなんかイライラするような摩訶不思議なね、はい、こう迷路に陥ったような、うん、
もうとんでもないですね。そうですね。そのあのあれなんか変なの起こってますよって通報しても、うん、なんかその応対がいろいろ怪しかったり、はい、もうなんだか頭痛くなります。そうですね。でそこにその中村さんも関わっていくんですよね。はい、はい、そうです。あのもともと宮城さんは鳥類研究家ということで、はい、あのやってたんですけど、私もともと生き物が好きで、うん、そもそもですね、うん、はい、なので宮城さんっていう方を沖縄に入る前から知ってて、で、はい、で貴重な生き物を見るんだったら、まあ、あのこういう人なんだろうなっていうふうに思っていて、でご縁がちょっとその高江という場所であって、で今度森に連れてってくださいって言ったらいいよって言ってくれて、それで本当に虫を見に行くために入ったっていうことが最初なんですよ。そしたらほらこんな風に落ちてるんだよっていうことで、もうぎょっとしましたよね。まあ、本当にこんな風にしてあるんだって。でよく言われるんですけど、その戦時中なんか戦後なんかよくあったっていうことを聞くんですよ。まあね、でも戦争におけるその弾じゃないんですよね。そうですね。今もなおこう訓練、それで訓練をしている米軍の何年か前の廃棄物であり、やっぱりこれはこう本当不条理というか、これアメリカが掃除しないのは、まあ、先ほど申し上げたその日米地位協定、ね、そんなの日本だけなんですってね。あ、そうですね、はい。なんかそれを日本政府が掃除しなきゃいけない、だから日本の責任なんだっていうことではなくって、そのアメリカに対してきちんと日本の土地を使用するなら、じゃあこうだよっていうことも一つ言えない、うん、なんかそのいやゴミぐらい捨ててください、こんな危険なものぐらいちゃんとしてくださいよって、そんな協定があろうがなかろうが倫理観の問題でしょうとかって、どうしてその日本政府が言えないのか。でさらにはそれありがたく受け取ってる日本のあり方っていうのは、やっぱりちょっとこの沖縄のその北部っていう一部分だけを見てもひどいもんだなっていう、本当に主権を放棄してる状態であり、むしろそういうおんぶに抱っこがありがたいぐらいの感覚をものすごく感じる場所というか、でそれに対して本当に宮城さんっていう人が一人で孤軍奮闘で戦っているっていうことに対してはものすごく責任を感じちゃうというか、何かやっぱりこうやらなければっていうふうに思って、で宮城さんがこれ逮捕されるかもしれないということで、はいはい、証拠がなくならないうちにいろんな人に知ってもらおうということで、いろんなね公文書とかね、そうですそうです、いろいろ、はい、資料集としても、はい、それから宮城さんのそうですね、なんていうか、ああやってこうやってこうやってこうやってっていうのがねこと細かに記録されているので、はい、貴重だと思いますね。そうですね、はい、一応そう公文書を開示請求したりとか、ね、そんなこともやりながら、うん、逃げ道を作らない、相手の逃げ道を作らないような状況で、うん、まあ、お堀をこう掘ってるというか、なんかそういう感覚ではあるんですけど、なかなかこれがもう隠蔽もするし嘘もつくし、結構こうだから裁判もいろんな証人、防衛局から証人が来たりっていうことで、宮城さんの裁判があるんですけど、やっぱりちょっと辻褄が合わないっていうことがあったり、でもそうなった時にやっぱり国家権力ですよね、さすがもう暴力の持ち主っていうか、だからやっぱかなうわけがないというか、だからそこに関してもやっぱり一人にさせちゃいけないっていう、これはもうみんなこうね、これを今知った人もそうなんですけど、やっぱりこれつまりこれ今この現状を知った瞬間からこれ責任があると思うんです。こういう状況を知ってるのに何もしなかった、で宮城さんにだけ罪を着せてるっていうような、やっぱり意識をちょっと持っていただければと思いまして、ね、はい、これはアマゾンで買えるんですね。はい、買えます。ぜひ一冊お求めください。そして中村さんの巡回展、はい、もう今まで何箇所ぐらいでやったの？6箇所ですかね、はい、で明日からですね、うん、沖縄県の浦添市というところにある、うん、へしき県七ギャラリーというところで、はいはい、8日明日から20日まで、うん、パネル展やってます、はいはい、でこの狛江の
小さな沖縄資料館は今月いっぱい、はいはい、そうです。で、あの中村さんのトークがあるんですね。はい、25日と30日ですね。その情報はどこで見ればいいかな。多分ですね、米軍廃棄物パネル展ってやれば、はい、あの間違いなく出てきます。じゃあ、あの概要のところに、はい、あの載せておきます、はい、で、あの今後もこの、 あの巡回展はやっていく、はい、そうですね。もうあのほとんど決まって、来年の5月までは決まってます。そうですか、はい、本当に北海道から九州から、はい、あの巡回します。で、先ほどおっしゃったそのと、 あのところに URL 行けば、はい、そういうのが分かる、はい、出てます、はい、で、それはあのと申し込みとかできるんですか。うちもやりたいとか。あ、はい、あのそういうフォームがあるので、あのそこに入力していただければ、はい、あ、皆さんぜひね、あのお願いします。お近くでやらなさそうだったら、そんなに広いスペースはいらないんですよね、うんうん、そうですね。なので、はい、あのお気軽に中村さんにご相談なさってください、はい、そしてそ の、 あのジップロックに入ったねあの腐りかけたガーゼとか、うん、ちょっとと見ていただきたいんですね。そうですね、手に取って ね、 見ていただきたいです、はい、何か私が聞きそびれたことでこれだけは言っときたいっていうことがあったら。いや、一応ですね、このパネル展は本当にどなたでも、うん、構いませんし、その主催してもらって全然構わないんですけれども、ちょっと私中村がですね、うん、あのこの基地を引き取るとか馬鹿げたことを言ってるから関わりたくないって人がいるんですよ。あ、はい、そうなんです。なので、そういう方にもご安心いただけるように、そのフォームの、うん、フォームを通していただけると、うん、あの代わりの米軍廃棄物パネル展をやってくれてる実行委員会がありますので、うん、あのそちらで、あの私にもう関わりなく、あのできるっていうことも、あの安心して申し込みいただけるかなと思い、あの用意してありますので、ぜひそちらから、はい、お願いします。寛容というか、本当の目的のためには、はい、そうですね、あのなんていうか、我を張らないみたいな。そうですね、余計な衝突とか、はい、消耗なことっていうのは避けるっていうね、はい、そうですね。いや、はい、本当に中村さんにと関わりたくないとかって、何言ってんのとか意見が違うだけでしょって、あの、ね、そうなんですよね、思うけども、はい、でもそういうのも、うん、うん、包み込んで、はい、はい、もうだそうですのでね、あの開催していただけるんであれば、本当にあのどなたでもありがたいと思ってますので、はいはい、積極的によろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。今日は中村さん、あ、貴重な、そしてね、あのこんなこと言ったらおかしいんですけども、面白かったです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いいお話をありがとうございました。皆様もここまで見てくださってありがとうございました。この番組は皆様の寄付で成り立っています。あの本当に少額で結構です。面白かったと思われたら、あの乾杯のほどよろしくお願いいたします。Thank you.